衝撃。あったらやばい？爪にできた黒い線。こんにちは、ゆるふわチャンネルです。今日も祈りの妹ピノリがナレーションを担当します。ネイルをやっている女性は多いですよね。そんな爪にまつわるお話です。ネイルサロンで発見されたもの。予約なしに来店したお客様がいらっしゃいました。女性客の爪には黒い線があり、その線を隠してほしいと依頼されました。この線が隠れるほどの暗い色でお願いしますという一言。この女性はネイルは初めてではなく、他のネイルサロンも行っています。カルシウムが足りないや遺伝性かもしれない、血まめなどと他のネイルサロンでは言われましたが、女性は大して心配することがなく、何回もネイルの色で線を隠してもらっていました。今回のネイルアーティストは医学的な知識があり、恐ろしい事実に気づいたのです。スキナーは爪の黒い線は皮膚がんのメラノーマだとすぐに分かりました。すぐに病院へ行くようにと女性に強く言いました。女性はこの後すぐ病院に行って電話での報告がありました。病院の先生もネイルアーティストと同じ意見で、診断された結果は悪性のメラノーマと診断されました。女性のメラノーマはすでにひどく悪化していて、リンパ節まで広がっていました。メラノーマの症状からがんのステージ3から4まで進んでいました。とても危険な状態です。たかが爪と軽視せずに注意するように呼びかけました。メラノーマって何？メラノーマは皮膚がんの一種。太陽の紫外線でがんのリスクが高くなると言われています。メラノーマは転移しやすいがんなので、早期発見と早期治療はとても大切です。症状は爪に線ができる以外にもいろいろとあります。突然新しいほくろができたり、もしくは濃いシミができること、前からあったほくろの形や色が変わったり、大きくなったら要注意、爪の色が黒くなったり簡単に割れたりすることです。他にも爪でわかること。爪ではメラノーマだけでなく、いろいろな情報がわかります。それらをご紹介します。健康な爪。健康な爪の状態は毛細血管の色が透けて見えるため、全体的に薄いピンク色をしています。爪は1日に 0.08 から 0.12 ミリ伸びます。爪の根元が乾燥すると、爪の形成に必要な水分や油分が十分に補給されないため、健康な爪が育成されません。不健康な爪をご紹介します。実際の画像がない症状もありますので、画像は参考画像です。白濁している。爪と皮膚の間が全体的に白く濁っている状態は、肝硬変や腎不全、糖尿病などの内臓疾患の恐れがあります。爪の表面が黄白色。走行剥離症や新陳代謝の低下、リンパ系のトラブルのほか、内臓疾患の可能性があります。爪の表面が青紫色。
肺疾患や先天的な疾患によるものです。青みだけではなく紫みを帯びていることが特徴です。黒っぽい紫色になっている場合はチアノーゼ状態が考えられます。悪性の貧血や心臓疾患の可能性があります。爪の表面が青白い。貧血などにより血色が悪い状態です。爪の表面が赤色。ピンクを通り越して赤い場合は多血症、脳血栓や心筋梗塞を引き起こす可能性もあります。発熱性の肉芽腫などの皮膚疾患やネイルプレートの下の出血によるものが原因である場合もあります。爪の表面が黒褐色。先ほどお伝えしたケースです。悪性の腫瘍またはメラニン色素の増加や副腎底血栓などの可能性があります。特に黒褐色が縦線状に入っている場合は双化悪性黒色腫の疑いがあります。いかがだったでしょうか。たかが爪と侮ってはいけませんね。健康状態がここまで現れるとは思っていませんでした。皆さんはどう思いますか。コメントお待ちしております。この動画がたくさんの方に見ていただけるように動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。